どうもこんにちは、肉食技術者の船さんです。今日はですね、これもね、よく、質問あります。お肉屋さんに対してびっくりドンキーのハンバーグってどうなの、お肉屋さんから見てびっくりドンキーってどうなのみたいな質問をよくされます。で、まあ、今日はねびっくりドンキーさんのお話をさせていただこうと思うんですけれども、このびっくりドンキー、ちなみに私その、まあ、いろんなレストランチェーンとかですね、外食店さんの中でもですね、極めて優秀なお店だなって、私は評価してます。もうそのなんといっても安全面がもう素晴らしいですね。はい、しっかりとお客様に対して見えるように安全を全部開示してますので、しっかりとした徹底したその安全安心安全というものに取り組んでいる、まあ、本当にこういったね、今で言うと300店舗を超えているんですよね、フランチャイズ店とかも含めまして、その中でこういったね、大手、飲食企業の中で、ここまで安心安全にしっかりと取り組めているお店、まあ少ないです、本当に。まあ、そのぐらいですね、びっくりドンキーさんの、もう本当に、一番のセールスポイントじゃないのかなと思います、この安心安全が。じゃあどういった安心安全があるのかと言いますと、まずですね、その、お肉は、まあ、豚肉と牛肉の、合いびき肉で、まあ、3対1から4対1ぐらいの比率で牛豚、牛が4、3か4で、豚肉が1っていうぐらいの割合なんですけれども、いや、あ、違う違う、豚の方がちょっと多いんですね。ちょっと多いか、ハーフ&ハーフぐらいのレベルです。で、ですね、主に、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドといったオージービーフ、タスマニアビーフ、まあこの辺が主流になっているんですが、まあ、びっくりドンキーさんのね、まあ、オリジナルで作らせている牛肉なんで、まあ、あのびっくりドンキーの、牛を扱っています。で、この牛に対しては穀物を一切与えません。穀物を一切与えず、その牧草も指定の牧草、若草を使用して、その緑のみで育てます。なので脂っ気が全くない、真っ赤っかの牛肉を再現しています。で、生後、10ヶ月を過ぎてからは抗生物質も与えません、一切です。それまではね、まあ、子牛の状態ですから、まあ、体が弱いのでね、そこで病気になりやすいので、その時はね抗生物質を与えるんですが、まあ、生まれてから、お肉になるまでの期間1回しか抗生物質は与えない、これもルール化されています。なので、まあ、薬漬け、と呼ばれる、海外の牛、まあ、日本の牛もそうなんですけどね、まあ、抗生物質をどん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 与えなければ病気になって商品にならないっていう、状態なんですけれども、要は餌で菌が、その体に入って病気になってしまうことが多いんですよ、はい、家畜っていうのはね。で、その餌をしっかりとコントロールすれば抗生物質なんていらないっていう、びっくりドンキーさんの方法で、実際ですね、健康的な牛を、育ててですね、まあ、病気にならない牛を育てている。まあ、だからね、すごく徹底して薬品には頼らない、そういった、育て方をしています。これ豚肉も、一緒ですね、
抗生物質を与えない、幼少期の豚にのみ抗生物質を与えて、あとは与えないっていう、方法を豚にもとっています。はい。で、まあお肉だけじゃなくてね、お米の方にも、農薬を、使用回数っていうのを決められていて、1回しか、農薬は使わないお米というのを指定して使っていますので、まああの、まあお肉はもちろん、お米、野菜、まあこの辺もね、しっかりと安心安全の商品ですよということをしっかりと歌っています。で、まあ中身というのもですね、まあしっかりとした店舗のオペレーションが組まれていますので、まあ中ですることっていうのはね、もうほとんど、ムラなくですね、全部、レベルがね均一に、商品を提供できるように、システムが組まれていますので、まあ、そんなにね、毎回行って味が毎回違うなみたいなこともないですし、まあ、しっかりとしたね、提供、ノウハウが、しっかりと蓄積されている、まあ本当に、優良企業の一つだなという、イメージです。ただですね、社名ですよね、まあ、これはね、一時期すごく噂になりました。アレフ、ね、会社名がアレフということで、一時期ね話題になったですね、あのオウム真理教ね、まあオウム真理教がね、あの事件以降ですね、まあアレフという、宗教団体に改名した時にですね、あれビックリドンキーって関係あるのみたいな噂がいっぱい出ましたけれども、まあこれ関係ないということですね。オウム真理教とは全く関係のない会社ということで、まあなんかね、これで損してるところもおそらくあったんじゃないのかなっていうぐらいのねインパクトありましたけれども、まあ大丈夫ということです。ということで、まあビックリドンキーさんはですね、まあ基本的にですね、まああの私ひいき目とか、そういったことはないです。まあ、あのビックリドンキーさんに何かいいことをしてもらったわけでもないので、ただですね、まあやっぱりそのお肉業界としてね、まあ興味あるので調べるじゃないですか、いろんな会社を、まあその時にですね、まあ、ビックリドンキーさん本当に、まあしっかりとしたね、まあ企業風土、しっかりと作られているなっていう、もう本当にうんすごく評価できる会社だなと思いましたので、今回はですね、まあ、ビックリドンキーさん、まあ、非の打ち所がない美味しい、ハンバーグレストランということで、まあ、これを見ている方、なんだよそれ、なんかスキャンダルくれよって思われるかもしれないですけど、まあ、ないですね。はい、ということで、まあ、お子様、をねお持ちの方でしたら、もう安心して、連れて行ける最高の、飲食店だと思います。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いします。